20th デジタルスタジオとゼロデイフォックスは20世紀スタジオ参加で現在はウォルトディズニーモーションピクチャーズグループの一部門されているアメリカのウェブシリーズ及びウェブフィルムの制作及び配給会社である。20デジタルスタジオは動画配信サービスのネットフリックスとフールのようなデジタルプラットフォームで最初に上映されるテレビと映画を作り出している。 社内目標は革新的で洗練され創造的なストーリーを通じてオリジナルの物件を立ち上げ現在のフランチャイズを拡大し新しいビジネスモデルを展開し新しいプラットフォームにオーディエンスを呼び込むことである以前の社名 FOX デジタルスタジオのロゴはイギリスを拠点とするモーショングラフィックスと 3D アーティストの2008年に作成され社名改名後 2013年の時点でゼロデイフォックスとして繁栄し、同じ20世紀、フォックス参加のブルース・カイ・スタジオによって作成されたロゴとなっている。現在、20デジタル・スタジオのロゴは、フォックス・コーポレーションとの混乱を避けるために2019年にディズニーによる21世紀フォックスの買収されてから、ディズニーがフォックスブランドを削除した後、20ステレビジョンのロゴに沿って作られた。 2019年3月20日にアメリカのウォルト・ディズニー・カンパニーによって親会社にあたる20世紀スタジオを買収を約8兆円で完了したと発表し現在はウォルト・ディズニー・スタジオの一部部門となっているその後はウォルト・ディズニー・ダイレクト・トゥ・コンシューマーインターナショナルが運営するディズニーなどのストリーミング配信を行っているありがとうございます